ゴラクプール原子力発電所は、インドのハリアーナー州、ファテーハーバード県で建設が提案されている原子力発電所。ゴーラクパー・ハリアナ・アヌビドヤット・パリ・オジャナとも呼ばれる。原子力発電所の礎石は2014年1月13日に設置された。計画の第1期では1400メガワットの発電量を導入し、2021年までの完成を見込んでおり、 完成後の第2期で2倍の発電量、合計2800メガワットを目指す。2015年に1から4号機の立地許可が出された。2018年3月24日に、掘削工事が開始した。提案されている700メガワットの、加圧水型重水路は、CANDU 路を元にしたインド国産路であり、現在建設中のカクラパー34号機やラジャスタン7、8号機と、 同型である。原子炉の大きさや設計は、冷却剤の部分沸騰が、冷却剤流路出口で、交渉最大3%までであるようにされている、ことを除いて、パラプール34号機の540ムー9と同様である。インド原子力発電公社によって建設され、計画の費用は2059億4000万ルピーを、見込んでいる。ありがとうございます。